浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで、京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。一方で上杉、武田、毛利といった強大な勢力は未だ健在であり、織田家を脅かし続けていた。そんなある日、三河の家康から救援要請が届く。武田勢が侵攻を開始したというのである。武田勢を率いるのは前年の上洛戦を中止して以降、病に伏し影を潜めていた武田信玄だった。家康の要請に応え、信長は自ら大軍を率いて出陣。その陣中には蟄居を解かれた柴田勝家も加わっていた。信長編第5章、天武、長篠の戦い。待たせたな、信長。来たか、十兵衛。行くぞ。乱世の断り。信長の道は俺が切り開く。兄上、遠路ご加勢を賜り恐れ入ります。構わん。武田は目の上の小分、いずれ叩き伏せるつもりであった。とはいえ武田は盛況、我らも力を尽くしてきましたが、三河への侵攻を防ぐだけが精一杯という有様です。前線の長篠城を囲まれ、今や落城寸前。どうか兄上のお力をお貸しください。案ずるな。もはや武田の栄光など過去の話。今やどちらの格が上か思い知らせてやるわ。この地で武田を完膚なきまでに叩き潰す。一人残らず打ち果たすのだ。兄上、武田の騎馬隊は盛況を極めています。どのように戦われるおつもりですか。鉄砲を持って奴らを葬る。そのための馬防柵、必ず守り抜け。
格下の織田ごときに。で、あるか。負けるはずもない。織田勢と共に前線部隊を救援するぞ。我らが来たこと、敵は早期決着を狙ってこよう。本陣の守備を怠るな。甲斐の虎か、かつての俺ならば手も足も出なかったであろう。今は違う。まだ援軍は来ないのか。これ以上は耐えられぬぞ。長篠城は敵に包囲され陥落寸前のようだ。待たせておく。承知。承知。出動隊は急ぎ飛びガス山を進み、敵の裏を取れ。投進は和防策か。目障りだ、取り除け。敵に不穏な動き。狙いは馬防策か。警戒を厳しくしておくべきやもしれん。気づかれたか。急いで馬防策を壊すぞ。打ち死に。情けはかけぬ。打ち死に。打ち死に。信長様の前に敵はいねえな。おもろいな。突進は敵を押し返せたようだな。そのまま前線を維持しておけ。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。お見事にござった。何人も止められぬと知る。で、あるか。阻めるものか。打ち死に。よし、馬防策を守り抜いたようだな。引き続き警戒しておけ。光秀さんの強さ見習わないとな。切り伏せと開門。打ち死に。敵はどこかに兵糧を蓄えているはず。怪しいのはあの砦か。そこの武者、わしに付き合い。とどめるものか。開門。打ち死に。
しや。よっ、お手柄じゃねえか。予感的中、兵糧がたんまりあるぞ。ごっそりいただいていくか。全て壊そう。これで武田勢の戦意はだだ下がりだ。敵将、切り伏せた。耐えきれん、引かせてもらう。討ち死に。足の城を救援しようというのか。そうはさせぬ。全て壊そう。旧敵将、切り伏せた。開門。長篠城攻めの手が緩んだ今が好機だ。飛びが砦を落とせ。一敵の攻め手が緩んだ。今のうちに体勢を立て直せ。この間騎馬隊を出せ。開門。である。これは信長様に二度も生かされたんだ。この上は命を賭して戦うしかねえ。全て壊す。音録が狂っておる。キャツを援護し敵騎馬隊を止めよ。織田の別動隊か。おのれ、長篠城へは行かせんぞ。味方の兵が武田勢に捕らわれているらしい。助けてやれればよいのだが。援軍を求めるため城を抜け出たというのに、敵に捕まってしまうとは。あれは長篠城の足軽か。助けられるものなら助けたいが。討ち死に。開門。任せておく。承知。飛びが砦では制した。急ぎ長篠城へ兵を進めよう。ついに援軍が来てくれたか。みな、もう絶えずともよい。撃って出るぞ。お助けいただきありがとうございます。長篠城の仲間に援軍が来たと知らせます。討ち死に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 。鬼柴田、腕は鈍っておらんよ。今だ、両翼より敵を一伸びにせよ。開門。敵の本体が出てきたようだ。奴らを迎え撃つ。鉄砲隊、構えよ。
放て。敵を一掃せよ。突進は。打ち死に。つけ入る隙を与えるな。休まず放て。で、あるか。なんと、織田の射撃はやむことを知らぬのか。父上、ご安置なさいますな。この程度でひるむ武田騎馬隊ではありませぬ。打ち死に。全て壊そう。俺の刃から逃れられると思うな。全て壊そう。敵将、切り伏せた。聞かせていただこう。お見事にございますな。打ち死に。救援かたじけない。我らも信玄を討つべく進軍しようぞ。敗北条件変更。打せるがいい。情けはかけぬ。これまでか。引くぞ。開門。信玄が背を向けて逃げるのか。以下の策か。あるいは信玄を逃がすな。長篠城の兵を先回りさせ、必ず仕留めろ。敗北条件変更。父上がいる限り武田は滅びぬ。皆頼む。父上の撤退を援護してくれ。承知。本体を逃がすため捨て身の突撃。武田がこのような戦をしようとは。武田が敗れるなどあってはならぬ。たとえ差し違えようともお前たちを撃つ。打ち死に。打ち死に。打ち死に。武田にあだなすならば容赦はせぬ。見せるがいい。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。打ち死に。こりゃお見事ですな。武田の名を汚してしまうとは。父上に合わせる顔がない。敵が前線より後退するようだ。この機を逃すな。全軍追撃せよ。
打ち死に。近寄るでないわ。全て壊そう。急げ、我らの確保した撤退路へ親方様をご案内するのだ。任せておけ。十兵衛、分かっていようか。無論、我らの道の妨げとなる敵に一切の情けはかけぬ。それでいい。極めろ。我らの歩み止めてはならん。親方様、撤退路を確保いたしました。今お助けしますぞ。親方様、申し訳ございません。救援かたじけのを存じまする。お見事にございますな。投資は最悪か。わしには荷が重すぎた。打ち死に。あの者、もしや影武者。敗走する武田勢に紛れ探りを入れてまいりました。それで何か分かったか。戦場にいた信玄は影武者、当人はすでに往生しているものとみて間違いないかと。そうか、信玄は死んだか。半蔵、大義であった。私は今まで死せる信玄に怯えながら武田と戦っていたというのか。気に病むな。もはや武田は死にたいだ。家康、あとは任せてよいな。はっ、お任せください。天下一新が一日も早く叶うよう力を尽くします。なんつうか凄みを増したよな、信長様は。ああ、一切の迷いを捨てたかのように見える。俺には親父がよくわかんねえよ。光秀さんは分け知り顔だが、俺はいつも置いてけぼりだ。そう思ってんのはお前だけじゃねえよ。だが気張ってついてくしかねえだろ。そういうこった。信長様についていきゃオイラたちも大出世間違いなしってな。秀吉さんは出世出世っていつもそればっかだな。そりゃそうさ、世の中を変えたけりゃもっと偉くなんねえと。俺は信長様を信じてついていくだけだ。信長様にもそう約束したからな。どうあれ、我らの進むべき道は一つ。みんな共に頑張ろう。